島県に土砂災害警戒情報が発表されました。では発表された地域から見ていきます。福島県の田村市に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害が発生しやすい危険な状況となっています。では危険度をマップでも見ていきましょう。こちら田村市周辺ですね、土砂災害の危険度が増してきております。ではこういった雨をもたらしている雨雲ですけれども、こちらで見ていきましょう。18時10分現在です。活発な雨雲のもと雨が強まっておりまして、サポーターの皆様からもザーザーゴーといったリポートをいただいております。今日は大気の状態が不安定で、夜にかけても雨雲が発達しやすい状況が継続していきそうです。今後の雨雲の動きがこちらです。アプリウェザーニュース雨雲レーダーでは30時間先まで雨雲の動きを進めることができます。今後見ていきますと、同じような場所で雨が降り続ける見込みとなっておりますし、21時22時頃になってもまた別の場所で雨雲が発生発達する恐れがありますね。今後も皆さん安全な場所でお過ごしください。詳しい情報はこちらアプリからご覧いただけます。